はい、スイングアームですね。これはですね、これからサンドブラストかけて塗装するので、その前にちょっとね、きれいにしておこうと思いますで。これが錆びついた穴ですねで。ここにね、ちょっと大きな穴開いてて、まあ、これはこの後、ハンダで埋めようかなと思ってます。でまあ、そのハンダの作業をするのもあって、まあ、急遽、ちょっとね、 3SK-1 使って綺麗にしようかと思いますでこの辺のね土とかいっぱいついてるんで、まあ、いきなりこれもね 3SK1 使って落とすのも,もったいないんでとりあえず最初に水洗いしてである程度落とせるところまで落と,せ落としてそれからあの中性洗剤とか、ね、で落ちないようなやつはこの 3SK1 使おうと思いますでこれね結構ね 値段そんな高くなくて、すごい落ちるんですね。もうね、パーツクリーナーなんかでも落とせないようなっていうか、落とすパーツク,クリーナーで落とそうとしたら、かなり大変な汚れなんかも、これで落とすとね、すんなり落ちるんですね。でなんそんなに何が違うのかちょっとわかんないんですけど、まあ、とにかくね、ものすごく汚れ落ちますね。 で、これ今ですね、あのー、わざと金ブラシみたいなのを使ってるんですけど、これちょっと塗装にわざとね、あの傷つけるっていうか、塗装を弱らせて、後でサンドブラストした時にね、少しでも落ちやすいように、わざと硬めのブラシでやってます。まあ、普通のね、あのー、ただの、 洗うだけだったらもうこんなんでやったらね傷つくんでやめたほうがいいですね。あのナイロン系の柔らかいやつでやったほうがいいですね。でこのサイエンス系はなんか種類がね何個かあるのかな多分。で、まあ、私今回買ったのはこれなんですけどこの他のやつでもねすごく落ちますね。 で今、この画面の手前の方にある黒いやつ、これね、私塗装かなんかかなと思ってたんですよ。これね、あの多分オイルかなんか、グリスなのかオイルかわかんないけど、黒い、今画面の上の方ですね、黒い塊あるんですけど、あれもね、あのちょっとこすったらね、落ちましたね。これね、多分パーツクリーナーなんかでこのスイングアーム1本ね、丸々綺麗にしようとしたら、多分ね、1本、 使っても落ちないと思うんですね多分23本使ってもねあの納得いく落ちまではいかないと思うんでもう三 s エンス系ワン使った方がね絶対経済的だろうし時間的にもね早いと思うのでこれを使いましたでそんなに高くないのであの下の概要欄にありますのでぜひ見てください 結構ねあの、まあ、油汚れがほとんどなんですけど錆がが、ね、結構出てるんですねで、まあ、当然ねあの錆は落とせないんですけどあの上側にねこううっすらしてる茶色い錆それは落ちますねこれで、まあ、パーツクリーナーでも、まあ、そんなのはね表面上のやつはあの中性洗剤でも、ね、落ちますけど まあこれがねほんと麗になるんですねこの液体液体っていうか粉で今これ光が反射しちゃってね本当はシルバーなんですけどなんか白っぽく見えちゃってますもんね こほんと楽なんでねおすすめですねはいそれで最後に乾燥したところをお見せしますこれですねはいどうも見ていただいてありがとうございました